では始まりました、YouTube のここからは撮影でございます、はい、本当に夜遅くまで申し訳ございません、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、最後のお願いします。まずですね、質問がございまして、一つ目、球団最速での優勝ということになりました、はい、独走での優勝です。 MVP はどなたでしょうか、福留さんから、福留さん的にというところで、僕的に MVP ですか、はい、僕的にいけば、まあ、大山選手か、か木浪選手、一人に絞るの難しいですもんね。いやー、一人、まあ、一人に絞れてたらやっぱり大山になるかなと思います。それは理由としては、やっぱり4番決まってるんで、これはチームとして前後あと固めるだけなんで、やっぱり4番がどっしりとしてくれてるっていうのは、もう監督が何も考えなくていいっていうのは楽です。安心感がありますね、うん、まあ、僕監督やったことないんで分からないです。これからあるかもしれないです。いや、ないです。あるかもしれないですね。ないです。能見さんはいかがでしょう。僕はでも何人かいるんですけど、強いてあげるなら村上投手かなと。はい、村上投手の活躍なしでは、もうこのなしでは、そうですね、キャンプから多分岡田監督の中でもそこまで計算はしてなかったはずなんですよ。でもああやって、ね、こう出てきてくれたっていう、どうしてもね、計算してた青柳投手であったり西投手っていうのがやっぱ計算通りにいかなかったので、それをね、プラス以上に補ってくれたので、やっぱ村上投手かなと思います。二つ目の質問いきますか。はい、はい、宇田さん、はい、ではお二人の中で印象に残っている試合というのはありますか。143試合ありますかね、はい、これまた1試合挙げるのは。印象に残ってる試合、はい、1試合に限らずでもいいわけですもんね。そうですね、いくつか。でもやっぱり僕はね、まあ、この優勝とかそのに関係とかではなく、やっぱ僕自分の鹿児島出身なんですよ、はい、のやっぱ後輩だったやっぱ横田のやっぱ追悼試合をした時に、やっぱ大山がホームラン打ってっていう試合があったじゃないですか、はい、やっぱあれはやっぱり僕もずっと可愛がってきていた、後輩だったし、まあ、同じ県出身っていうところもあってすごく可愛がったんで、まあ、そういった意味ではあの試合っていうのは、まあ、ああやって大山が打ってくれたって嬉しかったですね、あれは。うん、試合が終わった時もみんなでこうウィニングボールを天に、ね、掲げるシーンもありましたしね、うんうん、今日もユニフォームが一緒に胴上げされているところを見て、うん、本当にうるっとしてしまったんです。なんかそうですね、あれを岩貞が持ってたのちょっと納得できない。いやさまざまなドラマがありますね。本当に良かった。能見さんいかがですか。印象というまでも強烈に残っているのが村上投手の東京ドームで投げた、まだだからあれ4月とかもう本当始まったすぐでしたよね。完全なんで、はい、あそこのね、衝撃すぎて、それが、いや本当に初、まあ、ほぼ 初先発みたいなもんじゃないですか、うん、緊張もするし、アウェーで、ね、自分の投球をあれだけできるっていうところは、まあ、僕は、ね、ピッチャー出身なんで、いやすごいなと思いながら、あれ多分僕が解説してたからできたんです。あ、そうか、福留さんの時そうそう変わると思いました。あれ、いや俺はね、親心だったら生かしたいなと思った。そうですね、ただやっぱり8回のボール見た時にこのままいったら打たれるかもしれないっていうのはちょっと思った。あ、そうなんだ。まあ打たれなかったかもしれないですよ、これはもうたらればなんで分かんないですけど、まあ、親心だったら生かしたかったなっていう。そうですね、それはありますけど、でも結局ちょっといっぱいいっぱいだったらしいんですよ、もう本人ももう変えてくださいっていうぐらいにいっぱいいっぱいだったみたいなんで、はいはい、確かにあの場面で変わったからこそタイガースファンには忘れられないある意味、いやもうしょうがない、パーフェクトですよ、だってそうですよね。まあその解説のおかげですね。間違いないです。そしてはい、これから日本一に向かっていくわけですけれども、お二人の中でのキーマンはいらっしゃいます
キーマン、どの視点で見るかですよね。せっかくですから福留さんには野手、はい、能見さんには投手として挙げていただきますか。うん、野手ね、野手短期決戦っていうのもまたこれ通常のシーズンとは変わってきますからね。野手ね、野手ね、キーマンですか。はい、まあ、キーマンで行くんだったらノイジーかな。おー、ノイジー選手、うん、6番に今こう起用されてますけど、なのでやっぱ、はい、あそこがつながってくれると打線にはなるんですよ。やっぱどうしてもこう、まあ、あの佐藤選手が状態が今いいんで、はい、このまま行ってくれるっていうことを願いますけどそうじゃなくて 5-6 で切れてしまうんですよ、うんうん、岡田監督も5番6番が打てばうちは大量得点入るんだっていう話もしてましたからね。ということを考えると、うん、僕はちょっとノイジー選手かな。ここが働いてくれるとあのチームとしては楽かなと思います。期待大ですね。守備もノイジー選手肩でね何度もシーズン救ってくれたシーンありましたけど、短期決戦では今度バッティングに期待ですね。はい、野見さんは、はい、短期決戦ね、正直短期決戦で思惑通りにいかないの多いんですよ。ほう、でも一番思惑通りにして投げるのがピッチャーなんで、うん、ここがしっかりしない限り前には進まないんですよ。なので僕は先発ピッチャーの役割ってすごい重要なんですよ。リリーフよりは、はい、先発リリーフはなんとかねそのレベルが高いんで、あ、そうですね、はい、はい、ここは計算はねあのできるんですけど、先発が崩れると相手も強いんで、もちろん、もう取り返しつかなくなるので、はい、もうここの出来、うん、あの実績がどうこうじゃなくて、はい、状態がいいのか悪いのかでもう全然変わります。ちょっと気が早いですけど CS ファイナルを戦うことを見据えたときに、能見さんだったら誰から投げさせますか、先発ピッチャー。でも基本はいいピッチャーからどんどんいきます。どういう選手、村上投手とか大竹投手、伊藤将司投手、この三本柱が、ね、言われてますけど、結局ファイナルだけなので阪神時代が、はい、うん、ってなると余裕かましてるあれはないんですよ、うん、あの向こうは勝ち上がって試合感もあって来るの で、 そうです、ね、なのでもう本当に、まあ、腹くくれる、このピッチャーでもやられたらしゃあないなって思える選手からどんどん出していきます。タイガースはそれだけ投手層も厚いですから、厚いですよ、ね、誰を出しても抑えてくれるんじゃないか、誰も出してもって言われると、うん、ちょっと引っかかるんですけど、これやっぱ第二先発いるのかな。もしあこいつダメだなと思った瞬間に早々に変えれる、でもありかもしれないですね。短期決戦だったらありだよね。はい、本当にこんな夜遅い時間まで最後、はい、最後までお付き合いいただきましたけど、楽しいお話もね、いやもうありがとうございます。ここから日本一に向けて、はい、もう期待大で応援していきたいですね。はい、福留さん、そして能見さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当におめでたい最高の一日でした。ありがとうございました。